ヨハンネス・アウグストゥスは、西ローマ帝国の対立皇帝。423年8月15日に、西方皇帝であったホノリウスが死去すると、東方皇帝であったオイノテオドシウス2世は、ホノリウスの死を公表することをためらった。ホノリウスの死を知った、貴族、カスティヌスはこの感激をついて、プリミケリウスであったヨハンネスを皇帝に擁立した。ヨハンネスの死質について、 プロコピウスは温厚で素晴らしく恵まれ、勇敢な行為を十分に行うことができると称賛した。それまでのテオドシウス朝の皇帝とは異なり、ヨハンニスはキリスト教の全教派を容認した。しかし、当初からヨハンニスの皇帝としての地位は不安定であった。ガリアでは彼の前任者であったプライフェクトスプライトリオはアルルでの兵士の放棄によって殺害され、 アフリカ管区のコメスであったボニファキウスは、ローマへの移送を命じられていた、穀物軍を交代させた。ジョン・マシューズは、ヨハンネスの知性に起きた出来事は、その当初と同じくらい暗いものであったと書いている。ヨハンネスは拠点をラベンナに移し、東方帝国がその方向から攻撃してくるで、あろうことを十分に予測していた。アフリカに対する遠征についての言及があるが、 その結果は記録されておらず、失敗に終わったと推測される。ガリアでは、ヨハンネスは、聖職者を世俗の宮廷に召喚することによって、問題を引き起こしたとされる。ヨハンネスは、テオドシウス2世との合意に達することを望んでいたが、テオドシウス2世が若いウアレンティニアヌニス3世を、最初に、カエサルに、次に、アウグストゥスに任じたとき、ヨハンネスは、 結局戦う道しか残っていないと悟った。四百二十四年後半、ヨハンネスは自身の若くて最も有望な信奉者の一人であったアイティウスに重要な任務を与えた。当時、宮殿総督であったアイティウスは以前人質として暮らしていた、フン族に軍事援助を求めるために派遣された。アイティウスが不在の間、テオドシウス二世が送り込んだ、東方軍は、 テッサロニカからイタリアに上陸し、すぐにアクイレイアに陣を張った。主要な情報源は、ラベンナが略奪の渦に陥ったと記しているが、アンティオキアのヨハネスは、羊飼いがアスパル率いる、東方軍を都市を保護する沼地に安全に導いたと述べている。スチュワート・オーストは、アスパルの父親であるアルダブリウスが、ラベンナの守備隊に、ヨハンネスを裏切るよう説得したと信じている。 歴史家のエイドリアン・ゴールズワーシーは、ヨハンニスが倒されたことについて、かなりの裏切りに加えて、東ローマ軍と海軍の強力な部隊による激しい戦いを繰り広げたと述べている。捕らえられた皇帝は悪意イヤに移送された。最初に手が切り落とされ、それからヒッポドロームでロバに引き回されて、市民の見せ物にされた。さらなる侮辱と障害が加えられた後、 425年6月、あるいは7月、ついに斬首された。ヨハンネスの死から3日後、アエティウスは、フン軍を引き連れて戻った。いくつかの小競り合いの後、アエティウスは、ウアレンティニアヌス三世紀の摂政であったガンラプラキリア、と、次の30年完成法帝国の政治情勢を、確立することに合意した。役割を果たした、フン族は、根拠地に戻り、アエティウスは、 マギステルミリトムの地位を得た。ありがとうございます。